花が咲いた時です。これがポイントになります。で、この花が咲いた時に、この2回目の追肥を、化成肥料でもいいですね。ぼかしでも鶏粉でもいいんですけど、一握り程度パラパラと撒いてあげます。これはですね、アンデスレッドというね、品種ですね。で、その奥にグランドペチカ。で、こちらが北あかり。で、こちらがシャドークイーンですね。シャドークイーンは結構綺麗な花がね、つきますね。で、土寄せに関しては、まあしっかりね、このように溝を切ってですね、排水性を良くしておきます。で、さらに、このようにですね、土寄せ、株元にですね、しっかり土を寄せておいてください。で、じゃがいもの栽培はですね、だいたい収穫までが100から120日ですね。それぐらいを見込んでおくといいです。で、まあ一つね、注意していただきたいのは病気というふうになります。で、病気がですね、まあだいたい一般的にこの2つが出るんですけど、一つ目がこの、まあ全体よく見ていただくとわかると思うんですけど、この葉っぱですね。こういうところにですね、モザイク状にサビがつくような形ですね。そういうのをモザイク病なんていうふうに言うんですけど、こちらの葉っぱはですね、だいぶ綺麗でですね、まあ、こちら北あかりという品種なんですね。こちらね、だいぶ綺麗ですね。種芋もね、しっかりとしたものをね、植え付けておくとですね、このように綺麗なジャガイモ育っていきます。はい、おはようございます。深井丸です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、じゃがいも栽培、この大きく育てる2つのポイントということで今日はお伝えをしていきます。まず1つ目がですね、追肥です。で、2つ目が土寄せになります。で、先ほどですね、このようにじゃがいもの追肥を行ってですね、土寄せを行いました。で、ポイントがありまして、じゃがいも1回目の追肥は芽かきをするときで、そして2回目の追肥はこの花が咲いたときです。これがポイントになります。で、この花が咲いたときに、この2回目の追肥を、化成肥料でもいいですね、ぼかしでも鶏粉でもいいんですけど、一握り程度パラパラと巻いてあげます。で、土寄せをしっかりとしてあげる、これがポイントになります。で、品種ね、こちらの方をちょっと紹介をしていくと、これはですね、アンデスレッドというね、品種ですね。で、その奥にグランドペチカ。で、こちらが北あかり。で、こちらがシャドークイーンですね。シャドークイーンは結構綺麗な花がね、つきますね。この白いですね、赤いお芋なんですけど、この白い花がつくというね、綺麗なね、特徴がありますね。で、土寄せに関しては、まあしっかりね、このように溝を切ってですね、排水性を良くしておきます。で、さらにこのようにですね、土寄せ、株元にですね、しっかり土を寄せておいてください。で、こちらの方のジャガイモを定植したのがですね、3月の上旬になります。で、ジャガイモの栽培はですね、だいたい収穫までが100から120日ですね。それぐらいを見込んでおくといいです。で、春ジャガに関しては結構ね、簡単なんですね。で、まあ一つね、注意していただきたいのは病気というふうになります。
で、病気がですね、まあ大体一般的にこの2つが出るんですけど、1つ目がこの、まあ全体よく見ていただくとわかると思うんですけど、この葉っぱですね、こういうところにですね、モザイク状にこうサビがつくような形ですね、そういうのをモザイク病なんていうふうに言うんですけど、こちらの葉っぱはですね、だいぶ綺麗でですね、まあ、こちら北あかりという品種なんですね。こちらね、だいぶ綺麗ですね。種芋もね、しっかりとしたものをね、植え付けておくとですね、このように綺麗な、ジャガイモ育っていきます。で、二つ目ですね、これは草花病なんていうね、ジャガイモの天敵ですね。これはですね、ジャガイモを収穫してみないとわからないんですけど、例えばですね、ジャガイモを収穫した時にですね、このかさぶた状にですね、まあちょっとね、綺麗ではないお芋がね、収穫される、そういうね、あのものが取れた場合はですね、まあこれが草花病なんていう風になるんですけど、まあ草花病対策っていうのはですね、結構ぼかし肥料、まあ要は米ぬかをねベースにしたものを使っておくといいですね。で、こちらはですね、まあ土作りに関しては、まあぼかし肥料とですね、乳酸発酵菌ですね。で、さらに、まあ見てわかる通りですね、藁も使ってます。この藁を使ってですね、こんな感じですね。まあ、だいぶね、こう、肥沃な土を作っておくっていうのがね、結構ポイントです。で、pH が結構ね、高いと草花病になりやすいなんていうふうに言うんですけど、まあ、あの、米ぬかをね、ベースにした、肥料を使うとですね、まあ、そこら辺はね、比較的改善できると思います。綺麗なお芋がね、収穫できると思います。はい、ではね、ちょっとね、これがですね、メイクインというね、品種になるんですけど、この4月下旬ですね、ここで、ちょっとね、お芋ができてるか、少しね、確認してみたいと思います。あ、できてますね、出てきました。こんな感じでね、出てきましたね。はい。1個取ってみます。先ほど土寄せをした時にちょっと割れてしまいましたね。こんな感じでね。さて、先ほどのね、草花病なんていうのをね、ちょっと見ていきたいんですけど、これがですね、草花病になると肌がね、かさぶた状なんていうね、汚いお芋ができるんですけど、まあ、見ての通りね、綺麗なお芋ができてますね。大丈夫ですね。まあ、土寄せをする際はですね、こんな感じにね、ならないように皆さんは気をつけて土寄せをしてあげてください。これは石だ。はい、これからですね、2回目の追肥をして、まあおよそですね、30日から40日経過するとですね、6月の上旬ぐらいにはですね、これが収穫が始まると思います。遅くてもね、6月の下旬ぐらいまでにはこちらの方がね、収穫できるようになると思います。結構綺麗なお芋ですね、いいと思います。まあ、せっかくなんでね、ちょっと傷つけちゃいましたけど、こんな感じでね、これ三角砲でね、傷つけちゃったんですけど、こちらの方もね、もったいないのでいただきたいと思います。で、土寄せのポイントなんですけど、しっかりとね、このように株のね、周りにしっかりとね、土をね、寄せて、で、このお芋がですね、こんな感じで外にね、出てきやすいんですね、土寄せしないと。ですから、これをですね、しっかりとこのようにね、土寄せをしてかぶせて、土を着せておくということがね、大事になります。これが、いいお芋をね、収穫するために大切な作業、二つのポイントですね。一つ目が追肥、そして二つ目が土寄せの時期ですね。これをやっておきましょう。で、これをやることによって大きく育っていくようになります。
はい、続いてですね、まあ、一応ね、肥料の方をね、どういうのがいいかっていうのをね、紹介しておきます。で、僕はね、まあ、お芋とかね、玉ねぎ、そこら辺のところはですね、こちらの有機化成ですね、有機化成肥料になります。こちらをよく使います。多分ね、これも市販でね、売られてないと思うんですよね。この赤の絶品というね、これアミノ酸配合の肥料になるんですけど、この有機化成ですね、こちらになります。で、物がこんな感じなんですけど、まあ匂いがね、結構ね、化成なんでね、まあ、普通の、化成肥料と違ってですね、まあ普通化成とかね、そういったのとは違って、まあ匂いがね、結構します。で、またはですね、これ以外に、まあこちらにね、今ぼかし肥料があります。ぼかしね、今年たくさん作ったんですね。これね、EM 菌を使った EM ぼかしというね、まあ、コーヒーかすベースにして油かすと米ぬかで作ったものですね。こういったものを作ってます。で、今ね、暖かいんで、やっぱね、虫がね、匂いでこんなに寄ってきます。コバエですね。で、ちょっとね、これ見てみますね。で、どんな肥料を使うかっていうと、こんな感じですね。おぉ、これね、若干、表面が腐敗してますね。ね。水が少し多かったかな。ちょっと中見てみます。あ、上の方が若干腐敗して、これ、上の方がね、腐敗してますね。はい。まあ、ただね、これ腐敗してもですね、またかき混ぜると大丈夫です。ちょっと水がだいぶ多かったかな。これは、半分成功で半分失敗です。で、これなぜかっていうとですね、ちょっとね、じゃがいもの追肥とはね、また別なんですけど、ちょっとこのね、ぼかしね、これ半分成功で半分失敗だっていうね、それなぜかっていうのをちょっと見ていきますね。まず、この上にね、これね、これ表面が腐敗してるんですね。これ、上が腐敗です。まあ、こちらの下はね、こっちは大丈夫なんですね。で、若干ね、虫が入りましたね。若干ね。だからこんな感じで腐敗してます。ですから、これはね、虫が繁殖する前に、こんな感じでね、ほら、もうね、虫がつきそうですね。虫がね、つきそうです。その前に、こんな感じでね、取り除きます。はい、こっちですね。こんな感じでね、ちょっと取り除いて、これね、これ腐敗してます。で、これをね、取り除くと、ここから下、こちらですね。こちらに、しっかりと出来上がったぼかしがこちらに入ってます。はい、こちらですね。あ、ようやくいい匂いがしてきた。発酵したぼかしの匂いですね。これが EM ぼかしです。ですから表面のね、部分はちょっと失敗作だったんですけど、これ多分水分量が多かったですね。なので、まあ、ちょっと表面の部分はね、廃棄します。はい、これで大丈夫ですね。はい、これがぼかし肥料です。こういうのをですね、発酵肥料ですね、これはね、こういうのをですね、しっかりとね、使ってあげるといいのができますね。いいじゃがいも、いいお野菜がね、育つようになります。はい、これで使いますね。大丈夫ですね。大丈夫だと思います。よくね、かき混ぜておいて、あとはしっかりね、蓋をしておきます。もし同じようにこんな感じでね、腐敗が始まりだしてたら、これもう取り除いちゃってくださいね。で、畑の片隅とか、あとは土の中にね、埋めちゃってください。そしたらしっかりとね、またこれ発酵が始まっていきます。
はい、本当いい色ですね。匂いが全然変わりました。 EM ぼかしです。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、じゃがいも栽培ですね。まあ、比較的ね、簡単に、栽培はできますね。まあ、特に春じゃがいもですね。まあ、これに関しては、多分一番作りやすいかなと思います。一番最初の、この、芽かきの時の追肥。で、この後ですね、まあ、今の時期ですと、まあ、大体この4月の下旬から5月上旬にかけて、花芽というのが出てきます。じゃがいもが花をね、咲かせます。その頃に2回目の追肥ですね。で、この追肥を行って、しっかりとね、最後の土寄せというのをやってあげるとですね、やがて収穫というふうにね、持っていきます。で、収穫の目安に関してはですね、葉っぱが茶色く黄化してくるんですね。茶枯れてきます。で、その頃がですね、収穫の適期を迎えると思います。で、一度に全部掘るんではなくてですね、お芋がしっかりできたかなっていうんで、試し掘りというのをね、一度やってみてください。で、お芋がしっかりと生育してる、そういったのを確認してからですね、収穫っていうふうになるんですけど、まあ、収穫に関してはですね、まあ、ここもポイントがあります。晴れた日が3日は続く。こういう日を狙ってですね、しっかり土が乾燥している。こういう状態でですね、お芋を収穫してあげてください。で、そうしないとですね、やっぱりその後の保存ですね。お芋をしっかりと乾かしておくっていうのがあります。で、保存とか保管とかっていうこともですね、過去動画上げてます。で、こちらもですね、概要欄の方にしっかりと貼り付けておきますので、もし収穫した後ですね、どのように長期保存したらいいのかなっていうことも含めてですね、ぜひ、参考にしていただければと思います。で、まあ、簡単に保存のことをね、お話しするとですね、これ木箱で管理するのが一番いいです。で、じゃがいもは、お家の中でね、管理する場合はですね、まあ段ボールとかね、そういった中にね、入れて、新聞紙を載せておく。こういったことをやっておくのもね、結構ね、長持ちはするんですけど、木の箱、木箱ですね、お茶の茶箱とかありますよね。ああいう中に入れてですね、保管をしておくと、本当に1年ぐらいは普通に持ちます。で、例えば屋外ですね、物置とかね、そういった場所で保管する場合はですね、このジャガイモはですね、天敵がいるんですね。これ何かっていうとネズミなんです。必ずネズミが来ます。ネズミはですね、皆さんあまり見たことないかもしれないと思うんですけど、皆さんの身近に必ずいます。ネズミがいます。で、このネズミが必ず来ます。嗅覚がすごいんですね。で、こういうのを茶箱とかそういう中に入れておくと、しっかりとね、ネズミから防除じゃないか、予防できるっていうふうにね、なります。で、これね、外で段ボールとかにね、入れておいておくと、段ボールかじってですね、やっぱりね、食べられちゃいます。で、ネズミに食べられた、かじられたじゃがいも、食べたくないですよね。ですから、そうならないようにしっかり保管を、しておいていただければと思います。で、そこら辺のところも含めて全部概要欄貼り付けておきますので、参考にしてみてください。ということで、今日の動画良かった方は高評価、またね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。Thank you.